どうも皆さんおはこんばんにちは。から出てきた。お久しぶりですねー。この動画は、初の縦長動画になります。スマホ、タブレットで視聴中の方は、ぜひ全画面表示でご覧ください。幸せになれます。あくまで個人の感想です。さて、早速やっていきましょう。密室に閉じ込められてるんだよな。前作に引き続いてね。そして、このゲームのルールは一つだけ。そう似てるけど違うわ。それは、絶対にボタンを押してはいけない。ストーリーが気になる人は前回を見てちょうだい。露骨な番宣。私の名推理が炸裂しているわ。確かに名推理だったな。さて、まずは部屋を探索しましょうね。ドア2、3。何か横についてるわね。カードキーインセアテーゼ。カードキーインセアテーゼ。ワッサミーニン。お前絶対わかってるやろ。それなり。はい、カードキーがいるんでしょ。さて、次はカタナ。わからない人のために、前回のダイジェストをどうぞ。ドアへの反応がさっきと違うわ。来たな。しかも調べるたびに反応が変わっていくぞ。買ったわね。買ったな。ドアノブ取れたー。こういうこと。では早速。どうなる？やはりドアノブ、そっちは違う。こっちちげえやん。今さら？というか途中で気づいてたやろ。赤いドアノブの方は違和感があったのよね。初登場があれとかひどい扱いだな。一体誰がこんなことを。さて、ドアノブ取ったところで、次はこれが気になるわね。なんだこれは。高級マンションの見取り図？わかりづらいけどわからなくもない。4つ建物があって、3本の連絡通路がある感じなんだよな。イグザクトリー。わかりづらいわ。いや普通に考えてこの部屋の見取り図だろ。さっき1と3の2つのドアがあったから、今いるのは2番の部屋だな。天才か？バカにしてんのか？ボタンよ。そうだな。絶対に押すなって、すごくそそるわよねー。まったくだ。でもルールでは、押してはならないと。そうらしいな。まあ。押すよね。まったく、爆発するのはコウマ感だけで十分よ。ひどい話だ。カードキーがあるけど、ネジで止められているわね。前はドアノブがドライバーになってたな。驚け、ただの球体よ。畜生。また何度も調べてみるか。ガラスを割る。だと。一体何で？こうなったらあれを使うか。だと。あれって何ですかね？魔法ですかね？魔法はやめろ。チリも残らんわ。では何なんだ？これしかない。キックだー。一同、意気消沈であります。いやもしかしたらきっと可能性としてはあれが雨ガラス製だということがなきにしもあらざる気がしなくもない。長いわ。では、一縷の望みにかけて、キック。もうええわ。なんだ、警報が作動したらしいぞ。やばい、捕まって留置所に3日ほど入ることになってしまう。それで済めばいいな。捕まる前に早くここから脱出するわよ。いやすでに密室に閉じ込められてるがな。そうだった。気づくの遅。なんてこった。これじゃあカードをさせない。うおおお。連打。ドブネズミみたいにリンダ。あと青い円と穴が増えたわね。これドアノブ刺さるんじゃ。いやーそんなわけないでしょ。殺せ。ブービーのドアが開いたな。この扱い。呪いか、それとも罰か。両方だろうな。これはまたボタンがたくさんある部屋ねー。真ん中のこれから見てみましょうか。タッチパネルとあるな。どういうことですかね。触った部分の色が変わるようだな。これ押すの楽しいね。これ押すの楽しいねー。精神年齢地べたやんけ。とりあえず、赤青黄緑紫の順で変化するのが分かったわね。ひらめきました。その心は？よく見なさい。隣の部屋の青いボタンと、この部屋の黄色と赤のボタンの横には、それぞれにボタンを押すな的な文が書かれているわ。しかし、緑ボタンには、そんな注意書きがなーい。これはもう私の勝ちですね。いつから推理バトルになった？まあ、凡人のマリサ君には難しかったかな。私の名推理にガタガタ。ルールを再確認しようか。そうね。絶対にボタンを押してはいけない。変化する色は、赤青黄緑紫、なんだよな。そうねー。そして気になるのがこの青い線なんだが、作画ミスとかでしょ。あってたまるか。わかったぞ。またご冗談を。お前に言われたかねえんだよ。まず注目するのはここの青い線だ。タッチパネルにも青い線がある。この線を重ね合わせてみようか。ほうほう。お分かりいただけただろうか。つまり、タッチパネルはボタンの色と位置に対応している。これでどうだ？これだけ尺使って間違えてたら超笑うわね。さっきそんな奴がいたな。ではでは。別に、悔しくなんてないんだからね。誰だよ。線路に落ちたの拾うやつ？おもちゃの手だろ。それとな、緑のボタンにも注意書きがあったぜ。箱の中に、出てぬ。次は左の台を見てみるわ。カードキーがさせそうだな。そうね。せいや。暗証番号もいるようだな。任せなさい。霊夢さん？は？なぜいけると思った？